い、じゃあ今日はですね、うちに結構長く通ってくれてる、お客さんのパーソナルトレーニングの、説明とかをしたいと思います。まずはパワープレートでハムストリングスのためのストレッチが入ります。で、そこから、TRX とかで言うとこうロールアウトっていう種目に似てるんですけど、股関節クッキング、左足が後ろになって今右足前になってますけど、これは後ろ足の大臀筋を収縮させて、ハムストリングスにこう動的なストレッチ入れつつも振動が来てるんで、とても効率よく伸ばすことができます。そこから、胸椎のローテーションの動きを入れます。で、この時も左足、後ろのお尻が収縮して、相反性の、理論で付け根の部分だったり、クッキングが伸びやすいようにしてます。はい。でね、ここでもしっかり呼吸とか動作に特化してやってもらってます。で、肘を折ってですね、後ろ足の膝を曲げて、そこから伸ばすと。で、こうすることで大臀筋に刺激入れつつも、股関節、右足の股関節もちょっと強くストレッチをかけてます。今ね、これ右足前になってるところですね。これちょっと後から変わりますんでね。はい。で、これ、意外とやってみるとわかると思うんですけど、なかなかこういうふうに股関節を開脚することがないと思うんですよね。で、これ反対の足です。ですから、よく、チャンスを与えるっていう英語で表現するんですけど、日常生活でない動作を、トレーニングで行うと、人間が持つ能力っていうのは最大に生かすっていう上で、こういうふうな時間をとってます。人間って開脚する力があったり、体ひねったり、いろんな能力を持ってるんですよね。で、そういう能力を出さなくなるんで、どん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 体が悪くなっていってしまうというか。で、これさっきのやつですね。股関節をこう逆に足首こう折って広げてます。こうギャップを作るために、こういうふうに足首逃がすやり方でも OK なのかなっていう。次、多面の動作ですね。ラテラルライン、横の全部、筋膜のライン。あと、下腿三頭筋のストレッチもこれ入ってます。実は、これ動きの、起爆点をこの股関節の側方傾斜ですね。この股関節からこう動くと。彼はとにかく、デスクワークしていて、体の筋膜がすごいパチパチに硬いので、できるだけ動きのあるストレッチをやってます。モビリティフローみたいな。そこから動的な動きを入れるっていう上でも、ケトルベルのスイングから、始めます。これ20キロですね。はい、とても軽い、スイングから入ります。で、ちょっと今はね、膝のこう、屈伸みたいな運動がどうしても入ってしまうので、で、ここで僕が多分言ってるんですよね。もっと股関節から、起爆させて動くようにしてっていうふうに。いいですね。これ、ちょっとね、握りがめちゃくちゃ浅いんですよね。で、肘もこうちょっと曲がってくるんで、ちょっと肩甲骨固定しすぎなのかなっていう気もします。そう。これも少しずつ心拍数も上がるので、握りが浅かったですよね。今、小指が逃げてて。で、やっぱり指がこう伸びていく変な癖があるので、それを。で、これ、キャッチの練習です。で、握るときは、彼の場合デスクワークでとてもリストが弱いので、しっかり握り方、それで脇の締めでラット意識するとかね。で、ゴブレットスクワット。で、ここゴブレットスクワットなんですけど、荷重かけた状態で股関節に可動域を出すと。で、彼の場合は、グループエクササイズに慣れてしまっているので、結構ね、聞き流してしまう癖があるんですよね。グループレッスンやってるとね、お客さんとかって慣れすぎると、インストラクターの言うこと聞かなくなるんですよ。でもね、彼たちは聞いてるんです。別に悪気はないんですけども、体がね、多分もう受け付けないんでしょうね。で、これ持ち方の練習ですね。そう。器具を下ろしたり上げたりすることっていうのは、
とても大事で、そういった自然の動作から体の悪い癖って出るんですね。あと、こういうふうに下ろしたり上げたりする、器具を丁寧に扱うっていう意味でも、すごく重要な指導だと思います。で、可動域上がってるでしょ。ちょっと足開きすぎですけどね。はい、そこから次。ランジの、さっきはスクワットのムーブで、ファンクショナルムーブメントのスクワットが入って、次、ランジです。で、これはメインスベル使って、何でもいいんですけどね。まあ、重さとかっていうのは、なるべく一定にしないで、いろんな負荷を使うことが大事です。で、これ、ローテーションの動きを入れた、バックステップランジに、組み合わせた動作になります。これ、今、ベルの重さが、下げる方向、というか、後ろの方向に流れてるんですけど、別に前に流れても全然構わない。それはもうバリエーションなんで、負荷を一定にしないっていう上では、両方やった方がいいかもしれないです。例えば、胸椎もやっぱ股関節も硬くなってくるので、一個一個ボトムのところで姿勢修正する必要があります。もう彼の場合、何年ですかね、何年って指導してはいるんですけど、まあ、なかなか、難しいですよね。完璧にできるっていうのは。できる時ってないんでね。僕らトレーナーもそうですけど、できる瞬間なんてないんですよ。訓練には。だから、何かできようと思ってやるんじゃなくて、その時その時完璧なものを求める、追求するっていうだけです。ね。何でもかんでも、あ、できた、あ、よかった、じゃなくて、毎回毎回できないのが当然です。で、これスターガードポジションでのローイングです。これはプランクをすごく意識してます。で、関節の位置関係を崩さずに引く。で、エンドレンジホールドしてます。で、コントロールして下ろす。で、ギャン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 引くんじゃなくて、自分の体が今どうなってるのかね。で、これ前足見てもらうと、こうシェイクしてますよね。これプレートが揺れてるから、で、こういった足の位置関係もしっかりこうね、踏むとか安定するってすごく重要です。早く引きすぎないし、引いたところでちゃんとプランクを維持して、コントロールして下ろすっていう。トレーニングっていうのはね、しっかり自分のマインドにフォーカスして、で、頭がクリアな状態で繰り返すことが大事で、決してこうアウトオブコントロールって言って、もう何やってるのか分かんないぐらいギャンギャンやってしまう方がいるんですけど、僕はパーソナルトレーニングは種目を何かたくさんこなす、そういうんじゃなくて、その体の使い方をこう学ぶ時間だと思ってます。で、これは、ランジのホップなんですけど、分かります？屁屈を強く入れてるんですね。屁屈を強く入れる。で、今これサーキットの時間なので、それと、完璧なスタンディングでバトルロープのウェーブをやってます。で、これをこうオルタネートして。これ揺れてる中ですぐ接地した瞬間安定しなきゃいけないので、加速、減速、安定です。これはね、確かね、30秒、15秒ぐらいのルーティンでやってます。で、そこから次バトルロープに行って、完璧なスタンディングで、で、彼がね、こっからこのサーキットに入っていくと、とても悪い癖が出てくるので、よーく見ててください。まず眉間にめちゃくちゃシワが寄ってくるのと、食いしばりの癖が出るんですね。トレーニングは目をつぶったり食いしばるっていうことは NG です。なぜかというと、やっても意味がないっていうのと、自分の動きをコントロールするっていうことを忘れてしまうので、わかります？口がすごくういうい動いてるの。はい、そこから次、サーキットの、別バージョンです。これ、プッシュとプルが入ってます。プッシュ、ポー。OK。これ、ラテラルムーブ。そこから、バトルロープの、スラムの動き。これはサーキットただなんか適当に組んでるんじゃなくて、これはもう人間の能力をたくさん使ってもらいたくて、回旋も使うし、横方向逃げるし、バランスも取るし、
加速して一瞬で安定するとかね、そういうふうに様々な動きを使ってもらいたいです。で、これ彼、今から、バトルロープのスラムをやるんですけど、見てください。ちょっとね、指示したことと全然違うことをやり始めちゃうんですね。そう、ジャンプしてますからね。ジャンプはしないで体伸ばしてって言ったんですけど、ジャンプしちゃいました。で、どん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 癖のパターンでお尻を後方に引こうとしますよね。頭、髪の毛があんだけスイングしてるから。このスラムは僕がオーダーしたのは、スクワットの状態でスラムする。そうならないでっていう指導をします。わかります？はい。で、これも、心肺機能だったり、体のラインだったり、で、これ修正したりした動きですね。たくさんのその人間の能力を使う時間です。で、さっきはケトルベル使ったりするときはすごいうんちくが多かったんですよ。なんで、わかります？これ、彼、ヒンジしてんの。あんま良くないですね、これ。わかります。で、そこから次は、もう、何にも考えない動きです。これはもう、とにかく元気に動きましょうって感じですね。だから、セクションで分けてるんですよ。しっかりフォーカスしてやる動き、サーキットで、もうちょっとうんちくが入りつつも、たくさん動ける動き。で、最後は、頭使わないで元気に動くって、これはね、彼が僕らにオーダーしてくることです。まあ、がっつり動きたいっていうオーダーもあるんで。ただ、ガツガツ動いてもらうと、コントロールすることができなくなるんで、トレーニング一生うまくならないですね。だから、それも兼ねて、ちゃんとフォーカスすること、技術を上げること、知識を磨くこと。で、それがあって、こういうふうな崩しのトレーニングしてもいいのかなと思います。まあ僕はこれはもう崩しって呼んでるんで、まあ最後は楽しく、なんか考えない動きをしてもらおうかなと思って。これトランポリンで今このダブルフィートのバウンスやってます。で、そこからまた、これタバタプロトコルですね。パンチングガガガガと20秒間早く打つ。で、そこから次またトランポリンのバリエーションが変わります。次はハイニーズ。エクスプローシブハイニーズ。そう、やってみてくださいね。これ簡単に見えるでしょ？いや、自分がやるととても大変ですよ。はい、彼はもうアウトオブコントロールになってますね。顔に辛さ出しちゃダメなんですね。覚えておいてくださいね、男の人たち。食いしばってギャー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 ハーハーしないことです。格好が悪いです。ですか？これは直してほしいですね。もう何年も言ってるんですけど。次はタックルジャンプみたいに膝をもっと高く上げる吹き。フォースライドみたいな感じです。これ空間で固定してるんでとても辛いですね。はい。まあ、こんだけ動ければいいでしょう。しっかり技術を学んで、体の機能性、心肺機能、全部トレーニングできるように、皆さんも心がけてみてください。